人の目を見てできないから。あ、そっか、スパギアさん、あ、そっか、あの例の大きな人、そうだよね。いや、私この加納英子さんとスパイギアさんの謎解き作るにあたってめちゃくちゃ調べた、2人のこと。あの番組系の謎作るとき、私めっちゃ見てもらえば分かるんだけど、やっぱその番組ならではっていうかさ、まあ、できればそういう謎の方がさ、みんな盛り上がるじゃん。めちゃくちゃ見た、スパイギアさんと加納英子さん。めちゃくちゃ調べて、大変だったな。あれあんま要素として出てこない、スパイギア。なんか大体出てくるのがアスパラガスとプロゲーマーでかい、この3つなんだよ。めっちゃ難しく、あと、ね、猫だ。うん、めちゃくちゃ調べた。で、加納英子さんも加納英子さんで結構偏ってたよ。面白かった、いろいろ調べて。偏ってんだよ、マジ。そんぐらいしか出てこないんだけど、うん、初めてらんの、え、スパイギアさん、なんかめちゃくちゃでかいってな、見た。明日楽しみ。で、加納英子さんもさ、言うて出てくる要素としてはやっぱあの僕イケメン、まあ、あとは配信、今配信すごくいろいろされてて活躍されてるじゃん。そういう配信ネタ、なんだっけ、斧とかめっちゃ出てきたのかね。でもその辺がバーって出てきて、めちゃくちゃ多いんだよね、いろいろ。どれを謎解きとして出そうかなと思ってめっちゃ迷った。まあでもその研究の結果いろいろ作ったんで、よければ見てください。加納さん結婚2回、あ、幸せなら OK なんだよ、今がよ。そうなんだよ、まあそんぐらいしてるぐらいで、まあいろいろ作ったって感じかな。でも私本当に出るって知らなくて、スパイギアさんとの多分身長差でびっくりすると思う。ここまでだと結構身長160センチとか聞かれるのさ、見た目的に148だから、多分ね驚くと思うよ、いろんな意味で。うん、ケンピ2人分それ言いすぎやない。えっ、100、あれ、スパイギアさんって190ちょっとじゃなかったっけ。そう、身長差ね、え、足短い、そう、もう、そう、もうなんかいろいろ言われそうで、私どうしよう、シークレットブーツ履いていこうかな。シークレットブーツ、あるんよ、うちシークレットブーツっていうか、私が上京するときに母が持たせてくれたブーツがあるの。母が、夏いい、もしもここへ大一番の時があったらこれを履くのよっつって。あの、シークレットブーツとは違うんだけど、靴の中にめちゃくちゃ高い中敷きが引いてある。そういう靴があるのね。うのけみんな身長低いからさ、あの、いざという時はこれを履くのよっつってもらった靴があるんだよ。今急に思い出した。探しとく。そう、まあまあ、いや、もういっか、みんなそうなの、もう身長低いの。母の身長は確か151センチだし、こんな感じだ。はぁ、うん、竹馬乗って登場、あ、いいじゃん、爪痕残せるよ、ちょうど爪痕も残せて身長差も気にならない。